今日はこの冬場に有効な、はい、抜き払家の朝棚のうどんセット釣り、はい、これを中澤武さんに紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。釣り場は千葉県柏市にあります末優子さんで、ポイントは、まあ、棚規定のない自由釣りエリアということで、はい、まあ、釣り方に応じてちょっと棚の変動も含めての朝棚のうどんセット釣りということで、はい、今日は紹介していただきたいんですけれども、はい、初めにじゃあタックルのセッティングを紹介していただきたいと思います、はい。初めに今日使用する竿は、はい、海空の9尺です。はい、道糸は、在糖の 0.85 です。ハリスはまず上からですね、はい、同じくザイトの 0.5 号、6センチ下が 0.4 号、43センチです。はい、続きましてハリは、はい、上がバラサの6号です。で下が同じくバラサの3号。はい、続きまして使用されます浮きは、春作の3番です。はい、これはタイプは、冬場のセット釣りの基本的な浮きの設定です。マルチアングラーというネームですね。はい、ありがとうございます。それでですね、今日はこれから釣りの方を始めていただくんですけども、はい、初めに今日は11尺でスタートされてますけれども、はい、餌打ち、まあ、それほど時間も経たない間に今9尺に変えられてるんですが、はい、その辺の理由をちょっと。そうですね、先週たまたま私こちらに来たんですけども、その時は11尺がちょうど良くて結構いい感じで釣れたんです。で今日もまだ1週間ぐらいなんで、そこから入ったんですけれども、魚の動きが先週に比べて、ちょっと餌にこう いい感じでこう当たってきたので、もう少し、小回りの効く、まただらけの調整もしやすい短めの竿で、攻めた方がいいんじゃないかなということで変えました。中澤さん来られた時はまあ日曜日ということで、はい、でやはり日曜日の混雑している時とかですと、はい、やっぱり8尺9尺という短い竿よりも、はい、若干長めの竿を使ってコンディションのいいヘラを狙う方が有効だということですね、はい、と思います、はいはい、ありがとうございます。今日ももう少し混んでたりしたら、うん、やっぱりそのまま11尺も良かったんじゃないかと思います。はい、はい、わかりました。では早速始めていただきたいんですけども、餌の方も準備できているので、はい、打ち始めのですね、はい、その餌付けと浮きが動き出すまでのですね、はい、その辺をちょっと解説しながら、はい、お願いしたいと思います、はい、よろしくお願いします。先に食わせをつけます。先にばらけつけますと食わせをつけてるうちに落ちたりなんかする可能性もありますので、うん、まあ、そのぐらいデリケートな餌付けっていうことですか、ね、はい、もうつけたら即打てる状態でもいいかと思います。で今日は大きさ的にはそうですね、このぐらいの大きさ、ちょっと見せていただけますか、はい、小指の小指ぐらいっていうんですかね。そうですね、非常に小さいですよね、はい、でそれもギュッとつけるわけではなくて簡単に抜けるような感じで、はい、この付け方でこの抜ける位置が変わりますんで、その辺がまあ見せだと思います。じゃあスタートします、はい、お願いします。この打ち始め の、はい、その注意するポイントとかっていうのはどういったところなんですか。そうですね、触りが出るまでとりあえず打ち返しはこまめにしていった方がいいと思います。で寄せるからって大きめに大きい餌をガンガン入れてしまうと、今度寄り始めた時にそのバラケを、食ってしまって食わせになかなか来ませんので、なるべく小さめな餌でこう回転よく打って寄せるっていう、こんなイメージがいいかと思います。もう打ち始めはほぼもう食わせが下まで行ったらもう当たりも何も待たずに即打ち返せるぐらいのタイミングで。そうですね、
クワシゲコを張り切るまでに、あの触りが出るかどうかで、あのこうよりをこう感じてもらえるかと思います。今回の中澤さんのセッティングで、タックルのセッティングでちょっと特徴的なポイントがあったんで、はい、あのお伺いしたいんですけども、はい、あのまずあの浮きですね、はい、実際に、まあ、最近この浅い棚、まあ、メーターを中心にした浅い棚の釣りをやられる気にしては、はい、やや大きいような気がするんですけど、はい、この辺の狙いっていうのは何かあるんですか。こう、まあ、甘いバラ系を打ってますんで、うん、バラ系切る位置があの小さくしてゆっくり落とすと散漫になってしまって、意外とあの釣り切れない、うん、ことが多いです、うん、なんで僕の場合ちょっと大きめにして、その抜け切り位置を比較的こう一定に持ってって、あの抜けただけなんだけどこう棚を作るみたいなイメージでやっております。それはその、まあ、バラケを抜く位置に、まあ、重点を置いているということで、はい、これが例えば大きい浮きを使うことによって当たりが出にくくなるとかっていうリスクにはつながらないんですか。それもあります。あの、うん、これだと大きすぎて当たんなくなる、つんって食い当たりが出ない場合もあります、うん、で、あの少し針数は長め、うん、多分あの後期使ってる方はもう少し短い針数でやってるかと思います、ね、はいはいはい、だから僕の場合だとちょっとそれよりは長めで、当たりはそっちで少しこう出させて、うん、出しやすいようにってことですね、はい、浮きはやや大きめで針数は長めと、ちょっと長めいうことですね、はい、それとあのもう一点なんですけど、はい、針、あの特にこの下針、あの食わせの針ですね、はい、これバラサの3号ということで、はい、まあ、最近流行の、まあ、今回中澤さんも使われてますけども、サナギコ入りの簡単ですとか、はい、こういった軽いクワセを使う釣りにしては大きいような気がするんですけど、はい、この辺の理由は何かあるんですか。ある程度こうあの馴染み込む時の、うん、リズムとか、うん、こう目安がきちんとこう自分でこう把握できる、その、まあ、比重なりなんなり、うん、あとでこの針だと少しやっぱりカラスンとかが出やすいと思うんで、うん、あんまりこうそういうのが増えたりなんかした場合はちょっと下げる時もありますけど、うん、基本これで当たる場合って冬場は意外と乗ってくる場合が多いんですよね、うん、でこれで釣れない時は大体当たりが出ない、うん、まあ、その辺はもうずっと釣り込んできた中澤さんの経験値に基づいての、まあ、セッティングの中からもう出てる答えっていうことですよね。そうですね、いろいろ小さい針とかもやったんですけど、うん、そんなにまあうんと低調化で何こう何枚かしかこう釣れない時とかっていうのは、1枚釣れるか釣れないかとかっていうのはあるかもしれないんですけど、うん、ちょっと一日のうちで地合いとかがちょっと良くなってきたりなんかした時に、うん、釣り込めるのがやっぱりいくらか大きめでいやいや少しこう強めな仕掛けを、うん、で当たらせてあげて、うん、っていう方が釣り込める場合が多いので、うんうん、僕はそっちの方向でやってます。あ、なるほど、はい、もう目先の一枚というよりも時間をかけて作り上げた地合いの中で釣り込んでいくっていう、はい、まあ、セッティングというかアプローチになってるわけですね、ええ、これで食わせが完全に今馴染み切っちゃった状態ですね、うん、そうですね、うん、で触りも動きもなかったので、うん、まあ、切り返し、うん、餌付け的には今の一頭と同じような感じです、うん、これを派手に動かそうとすると結局あの位置で食い当たりが出ないので、今のタイミング的にはいい当たり。いいですね。
まだ状態的には悪くないです。あそこでさっき全く触らない時点で今同じくつけてちゃんと同じ位置で当たったので状態はいいですね。こう釣れた後っていうのもやっぱりその釣れた時と同じような感じでだらけをつけて打ち込んでいきますね。とりあえず、うん、次もこう同じような感じでいきます。もうこの辺りでは抜けてますかね。うん、完全に抜けてるんで今ちょっと高い位置で触りすぎたかな。やっぱカラスミか、うん、今の一頭に対しては次はどういう餌付けで。少しあの何粒っつうとなんか大げさだけど、うん、4、5粒多めっつうの、うん、ちょっと上積みになったので少しあの多めに餌を入れてあげてちょっとこうイメージ的には下げてあげるような下げてあげる、ですよね。あそこで触らなくなりましたもんね、うん、さっきあの赤の一番下のところで触って、うん、こういう感じ、はい、で少し下げてあげてその分ちょっと待ってあげて、うん、当たるっていう。もう下げてあげるその狙いがあるにもかかわらずもう早く見切っちゃやっぱりダメなわけですね。今みたいにワンテンポ待ってっていうのも大事なところ。そうですね、下げてあげるってことはあの餌がちょっと多めに入ったので、うん、あの少し一旦魚がこう少し離れますよね。だからちょっと待ってあげて、まあ、食わせに当たるみたいな、うん、そんなイメージ。もうイメージ通りに魚が食わせ近くに寄ってる時っていうのはもう上から落ちてくるそのタイミングのワンポイントでぴったり食ってくるっていう感じですね。そうですね。で、まあ、ずっとそれでいけばいいんだけど、まあ、ちょっとどうしても釣ってるうちにずれてくるんで、うん、ただまあこうやって調整が効く時っていうのは大体こう今やってる棚っていうのがこの辺が魚の棚なんかなって感じ、うん、大きく上下方向にはずれてないっていうことですね。ずれてないなって感じ。で、まあ、今回は棚規定のない釣り場なので、はい、まあ、この場合はもしばらけでコントロールしきれなければ棚を上げてっていうことでよろしいわけですね、はい、うん、おいい感じですね。いい感じでね、触ったのからと、まあね、そういうふうに魚が上がったら上がったなりに上げてもって言ってもやっぱりその中でばらけの抜くタイミングっていうのはやっぱり大きいポイントになるわけですよね。そうですね。でそれを先ほどね中澤さん言ったように、まあ、5粒とか6粒とかっていう本当に微妙なレベルでのコントロールが今セットアップでは非常にやりやすくなっていると、いうことですね、はい、完璧ですね。今もこう当たりが出なかった時に、はい、まあ、早めにこう打ち返されてますけど、はい、いわゆるその見切りっていうんですかね、ええ、この当たりが出る出ないの見切りっていうのがあまりにもその浮きの動きが小さいんで、うん、情報量として少ないじゃないですか、はい、ここをこうなんかこう見極めるこうコツみたいなものって中田さん的に何かあるんですか。あ、どの位置で触ったら待つとかどこで何もなければ打ち返すみたいな何かの基準みたいなものがあると。そうですね、あの今なんか触りが結構あの馴染みから早めに出てましたよね。ちょっと大きめだったけど、うん、ただあれで当たる場合もあるんでちょっと待ったんですけど、でもいずれにしてもあんな程度しか待たないんですよ。結局あのバラケがなくなっちゃってるんで、うん、あの食わすだけになってるんでシーンとしたってことはもうその仕掛けの周りに魚がこう離れてるっていうイメージなんですよ。だからそこで待ってても どっかにはこういたんだろうけど、結局どっかとか外れちゃったかなっていう、もう食わせのそばにはいなくなっちゃってるっていうことなんですね。あ、これ止めましたよね。あ、これは止めですね。ええ、あの
これちょっと高かったから当たるかな、あのトムイモ、まあ、要は触りの、あやっぱり高すぎたな、あの一つなんですよ、今のだとはもう明らかに止めが早すぎるというか、タイミング的に高すぎますよね、だからもしかすると当たんねえかなっていう、当たってもからつんかなっていう感じはするんですけど、もうその実際の当たりの前の前ぐらいで釣れるか釣れないかも分かっちゃってるわけですね、ある程度結局あの要は食わせだけこう入ってくるんで、すごくその辺ってあの単純なんですよね、あのバラケがついてるとあの意外と複雑な動きするんですけど、途中で抜けてるんであのすごくその辺はシンプル、今度はどうでしょうかね、少し下げたつもりだったんだけど、あ止まった、ああ入ってった、あのあそこで一瞬止まりましたね、あかんとこですんなり行くんじゃなくて、はいはいはい、あ止まったっつったあれはもう中澤さん的には次当たるぞってい う, もう心構えができるサインなんですね、要は前触れなんですよ。今日はあの浅田の釣りをやりましたけど、バラケのタッチと大きさ、それから打ち込む位置、そんなのでこう微妙にこう当たりが出たり出なかったりっていうすごくシビアな釣りなんですけども、まあ、それをこう浮きを見ながらあの調整して自分のこう好んだこの当たりだみたいなので出して釣れた時の楽しさは格別ですので、ぜひ皆さんやってみてください。以上です。